こんにちは、オムです。今回は総合19時の白玉センターミッドフィルダー、ダリオ・イスゴ選手を紹介していきます。能力はスピシュン、フィジコン、ボディコン、スタミナが90近くあって、フィジカル面に特徴があります。その他の能力は全て75以上とバランスよく考えています。ボックス2ボックスは攻撃時も守備時も顔出してくれて優秀な一方で走り回るので、まあ、フィジカル面、特にスタミナが必要になってくるプレイスタイルなんですが、スタミナを中心に高くてスタミナ切れに困らないし、後半もタフに戦ってくれる選手なんですよね。先ほども言った通り、フィジカル以外もそこそこあるので、攻撃でも守備でも安定してくれて、個人的によく使っています。2枚確定で取れてしまうということで、獲得難易度は低いようなんで、スカウト待ってる方、ぜひ取ってみてください。それではハイライト見ていきましょう。